こんにちは、アイ東京渋谷リタ店店長ののりです。今回は、クリスタライジングキュールを使ったビジネスシーンでも活用できる、おしゃれなメンズパーマを皆さんに、提供していきたいと思います。一度見たら誰でも真似をできて高クオリティに再現できるようなパーマをお見せできたらなと思うので、今日はぜひよろしくお願いいたします。本日は、ビジネスシーンでも活用できるようなメンズのニュアンスパーマを、皆さんにお見せできたらなと思うんですけど、今モデルさんのビフォーの状態なんですけど、今回は全体的にトップからボリュームが潰れやすくて、で鉢回りだったり襟足はかなり浮き癖の強いようなモデルさんになるので、しっかりトップは、ワックスだったりとかバームだけで自然に立ち上がるようなパーマかけさせていただいて、生え癖が強い部分に対しては今流行ってるダウンパーマを使って乾かすだけで自然に収まるようなビジネスシーンで使えるスタイルに変えていこうと思うので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあここからカットしていくんですけど、今回はパーマをかける部分とダウンパーマ潰す部分、メリハリを効かせたいんで、メンズカットをする上で全部に別にパーマをかける必要って僕はないと思うんで、しっかりまずはアンダーの削る部分とトップの長さを残す部分をブロッキングして、アンダーの部分、アンダーからミドルの部分にかけて最初にしっかり削っていくような形で進めていきます。でサイドに関しては、今回はビジネススタイルで活用できるっていうことなんで、少し軽さを出したいんでバリカンで6ミリでいきます。でこの時に髪の毛が軟毛だったりとかナチュラルな質感にしたいお客様に関しては9ミリから1センチぐらいを使って2ブロック入れてあげて、今回のモデルさんみたいに髪の毛が割としっかりしてて毛量が多いお客様に関してはだいたい6ミリから9ミリぐらいをチョイスしてもらえるとバランスがいいかなと思います。従来のこういうニュアンスパーマだったりとかビジネススタイルって、まあ、刈り上げが主流だったと思うんですけど、韓国から少しその流行が落ちてきて、今はショートネープのレイヤーを使ったカットのデザインの方が少し増えているのかなと思うので、今回はちょっとハサミでできるだけ絞れるような感じでカットしていきます。でこの襟足のアウトラインにかけては基本的に全てレイヤーベースで、生え際から全てレイヤーで取って、ダウンパーマで潰すときに長さが残りすぎてしまうとしっかり髪の毛が潰れてくれない。であとはその生え癖で毛先をずらしたときにもたついてしまう部分出てくるので、基本的にレイヤーで引き出してダウンパーマで潰したときに自然な位置に落ちてくれるようなイメージで綺麗にカットしていくっていうことがネープは大事だと思います。アウトラインの設定を決めたら、まずはミドル のウェイトポイントを自分で決めていただいて、そこから最初に切ったアウトラインに対して縦のチェックでハイレイヤー気味ですね、ちょっと下に向かってハイレイヤー気味に引き出してもらって、下の角と今決めたウェイトポイントを縦チェックでつなげてあげる形で刈り上げない短めのショートネープを作っていきます。もし営業ベースで考えた時にもう少し時短で簡単にやりたい場合は、バリカンのだいたい15ミリから20ミリぐらいのアタッチメントを使ってもらえると少し近い質感は作れるんですけど、今回のお客様のように生え癖が強いお客様だとちょっとこのネープの部分が浮いてしまったりするので、そういう方に関しては今回の切り方、ウェイトポイントを作ってハサミでネープからつなげていくようなカットをした方がバランスの調整がしやすいんで、これでやってもらえるといいかなと思います。
でここでミドルまでの設定は決まったので、あとは今からトップセクションを、まあ、センターパートベース、まあ、グラデーションベースのカットでカットしていきます。で前髪の設定なんですけど、ビジネスシーンで活用できるカットをする場合は、あの前髪は少し短めにした方がいいです。だいたい切ってセンターパートの V ラインで切るよりかは、割と平行ラインで前髪を作った方がいいんで、前髪作ってもらって上げて、ここの今切った髪の毛にニュアンスパーマワンカールかけた時に目の上に来るぐらい。今の流行りはオールバック気味のセンターパートよりも幅が狭め、ちょっと韓国っぽいような質感を入れた幅の狭めのセンターパートのが流行ってるんで、従来の V 字のカットのセンターパートベースでカットすると絶対に前髪が長くなりすぎちゃうんですよね。なのでちょっと思った質感と違かったりとか、自分でスタイリングした時に髪の毛長いなって感じてしまう場合があるので、平行ラインで前髪作ってあげて、でその次に耳上、ビジネススタイルであれば耳は少しパーマをかけて出た方がいいんで、カットした時にちょっと耳にかかるぐらいの設定で、パーマをかけて毛流れを出して耳の上に来るぐらいの設定でカットしたところから、今切った前髪に対して自然につなげていきます。この時にはあのモデル様のような浮き癖強い方に関してはダウンセムでテンションかけないでノーテンションでカットしてあげた方が、あのカットラインのズレがなくなるので、力を抜いてあげるっていうのが大事になります。そうですね、あの頭の丸みに対して引き出してあげる、ここの生えてる位置から90度で全て引き出します。なのでこの横は分かりやすいんですけど、真下に落ちてるところはこう でここを切ったら立ち位置一歩ずらしてあげて、全てこう目線を生え際に合わせて自然に落ちる位置でアウトラインを合わせてカットしてあげる感じです。今度後ろ切っていくんですけど、さっきあのミドルまで あのウェイトポイントの設定決めたと思うので、ここのさっき決めたガイドに対してあの45度で引き出してもらって、グラデーションでバックトップからミドルをつなげて切っていきます。で真ん中の設定を決めたら、あとは両サイドをちょっと V の字寄りの、まあ、V の字寄りに少し自然につなげていく感じです。ただ今の流行のポイントだと、これ V にしすぎてしまうとちょっとシャープ感が出すぎてしまうので、少し丸みを持たせながら真ん中に向かってちょっと絞っていくような感じで自然につなげてもらえるといいかなと思います。前髪に対しては一線目は毛流れで動きをつけたいんで、床平行90度で切ってもらって、そこから頭皮に対して45度で引き出したポイントで2線分切ってもらって、でここから今までのグラデーションセンターパートだとグラデーションでそのまま丸くつなげること多いんですけど、ビジネスシーンに対応する場合だったら少しトップは動きが欲しいんでレイヤーで切ります。こうすることで、あの年齢がちょっと上がってきた時のエイジングでボリューム出ないお客様でもトップに少しボリュームが出やすいようなカットになるん でここにレイヤーを入れてあげて、ここからあとはさっき切ったアンダーの部分とトップの部分を前髪のグラデーションで作った2線分開けてもらって、後ろにダイレクションかけて引っ張ってトップに向かってつなげていく。だいたいこの時に鉢周りは、まあ、60度ぐらいの角度で引き出すことになるのかなと思うんで、この辺は自然につなげてもらえれば大丈夫かなと思います。上に行くにつれて少しずつ角度が、まあ、レイヤーが入ってるんでちょっと短くなっていくような感じになります。でダイレクションかけて今ここまで切ったんで、あとは顔周りは残った2線分だけ
さっきと一緒で45度で引き上げてもらって、グラデーションでつなげて、ちょっとつながり甘いところに関しては角だけ取ってもらうような感じです。で、今フロントすべて設定が決まったので、あとは残ってるバックトップとレイヤーでつないだトップを引き出して、ここのラインだけつなげます。で、8回りのつながりがつながってないパターン、メンズカッターってよくあるんで、最後に縦で取ったら横スライスでしっかりつながってるか引き出してもらって、横のチェックも一度入れた方がパーマをかけるときに自然な毛流れのつながりができるんで、横のチェックも一度入れてもらえるとミスがないかなと思います。はい、じゃあここからドライしていきます。はい、じゃあここからセニングいきます。で、セニングいくんですけど、ショートネープのアウトラインはセニングでぼかしすぎると穴が開いちゃうパターンがあるんで、もうある程度このチョップカットで毛先はぼかしといた方がいいと思います。レイヤーベースで切ってるんで、で、ここの間は基本的に横で入れると穴開いちゃうかもしれないんで、毛流を見て量が重いところを縦に削いでいく感じで、ダウンパーマをかけて指を通した時に毛流れがまっすぐ落ちてくれるようなイメージで、自分の目で見て判断して量を取ってください。ミドルセクションの量を取っていくんですけど、パーマをかける場合は基本的に根元の髪の毛を取ってあげて、毛先をぼかして中間部分は重めに残した方がいいです。じゃないとパーマの立地がきれいに出ないんで、根元一発で中間を外して甘髪から毛先を取るっていうイメージで均一に取ります。で、最初に冒頭で説明したこういう生え癖がお客様強いので、こういう生え癖に対しては根元から入れると割れてしまうんで、その部分を外して根元中間毛先ですきばさみを入れていきます。どうしてもこの部分重い場合は離して自然に落ちた部分で縦に量感を取ってあげると絶対に穴が開かないですね。で、量感を揃えやすいんで、それでやってみてください。で、トップセクションは根元から入れると短い毛出てきちゃうんで、毛先だけぼかします。はい、バックのセニング終わったので次はフロントいきます。まずは1線目取ってもらって、この部分は根元はしっかり取りたいです。なので根元から両間を取って中間を余らせて後ろと同じように量を取ってきます。この時にこの顔周りは量を取りすぎると毛量薄くなってしまうので、斜めにこのライン取りして根元を少しずつ開けていってあげるようなイメージでやってみてください。あとはハサミの入れ方は基本的にこの位置で入れます。髪の毛は短い位置から長い位置に流れるんで、パーマでこのカールつけるんですけど、ニュアンスになると緩めのパーマなんで、ベースカットのセニングで流れやすくしておかないと、強くかけないと曲がらないんですよ。でもそうすると一般のお客様は扱いづらくなってしまうので、できるだけジャストでかけれるようにカットから毛流れを意識したセニングの入れ方を心がけてもらえると、パーマもより生きてくるかなと思うんで、
セニングから意識してみてください。でトップに行くにつれて根元部分は少しずつ開けて量をすいていきます。顔周りの部分は今日はパーマで立ち上げるんで一線取ってもらったら根元外してもらって流したい位置に毛先をスライドさせながら優しく取ってあげる。ここで取りすぎるとパーマをかけた時の毛先が広がってしまって綺麗なウェーブかからないので毛先の先を流したい位置に向かってスライドさせるっていうイメージです。はい、そしたら逆側も同じような感じで流れやすく量をすいていこうと思います。はい、ここからパーマに移っていくんですけど今回はビジネス向けのニュアンスカールのセンターパートっていう形でやっていくので巻き方としては結構ベーシックにやっていきます。このセンターラインに対してはパーパスで巻かせていただいて分け目をセンターパートでも一定の位置で決めちゃうっていう人だったらここをセンターで割ってこういう感じで、まあ、S 字カールで巻いてもいいんですけど最近の人っていうのはおろしもしたいし揚げもしたいしかき揚げもしたいっていういろんなパターンが楽しめた方がいいっていうお客様はすごい多いしそれが今のトレンドなのかなと思うんで前髪は1本でいろんな位置で揚げれるように根元をここのモヒカンラインに対してはどこからでも上げれるような感じにしてあげて顔周りは今回のモデルさんめくったら分かるんですけどここの内巻きのカールがすごく強いんですよ。なのでここはクリームパーマ特有のここはダウンパーマと毛流れのパーマをミックスした形でこの生え癖は取って毛流れを作っていく感じでいきます。でここの流れのまま後ろはリバースのカールとセンターのパーパスのカールで毛流れを作るイメージ でトップはボリューム出してでネープ部分はダウンパーマで今カットで潰れるようには切ってるんですけどどうしても少し浮いてしまう部分あるのでちょっと貼り付けるっていうイメージよりかはナチュラルに潰れるっていうイメージでこの辺はダウンパーマを施していこうと思います。はい、今回はクリスタライジングキュールのパーマ液を使ってワインディングやっていくんですけど4種類出てるうちの M と S をメインで使ってやっていきます。で2つとも今美容業界で流行ってる CMC っていう部分を補修することによってパーマのリッチきれいに出るよねっていうようなとこがあると思うんですけどそこを補修する成分しっかり入ってます。しかし毛先パーマ履歴があってパサつきやすいっていうお客様のベースなのでそこに対しては別でプラスで CMC の前処理剤を使ってしっかりケアをして毛流れが出るようなワインディングさせてもらってで根元の部分は M と S を2つ組み合わせて少し強めの薬でしっかり根元立ち上がるようにやらせていただきます。で冒頭で説明した襟足付近のダウンパーマについては別でそのストレートラインから出てる H っていうようなお薬使わせていただいてこの生え癖をしっかりダウンパーマで潰して綺麗なシルエットを作っていくような形でやらせていただきます。はい、まずはダウンパーマの部分から施術していくんですけど一番最初カットの時に分け取らせていただいたミドルセクションからこのアンダーセクションに対してこうレイヤーで切った部分をダウンパーマで潰します。イメージとしては毛流れを出した時にこの中央の部分に毛流れが溜まって絶壁を補修し絶壁を解消してくれるようなカットをしているのでここの丸みが出ている一番下の部分この部分を起点にして2ブロックの上の高さに対して丸くつなげてブロッキングしていくイメージですね。いきます。で韓国のダウンパーマの場合は分け取ってもらって根元から潰すんですよ。ただ今回は上にカールを持たせるんで極端にメリハリをつけたかったらそれでもいいんですけど
一般の会社員の方ってもう少しラフな感じで自然に滑る方がいいと思うんで、すごく簡単にやります。まず毛先中心に全体得します。で特に一番お客様張るポイント、ここなんですよ。この耳後ろからこのアウトラインの部分、ここが一番伸びてきた時に浮いてしまうところなので、ここはもう一度チェックで塗るんですけど、少し多めに液塗しておきます。最初にいったんバーッと全体塗ってもらって、一番浮きやすいこのアウトラインの部分、アンダーセクションの部分をここから分け取って、根元かすりぐらいで塗っていきます。本当に潰したい方に関してはベタ付けで、根元ベタ付けで塗ってもいいんですけど、そのデメリットとしては伸びてきた時にどうしても根元折れてしまうんですね。なのでその伸びてきた時の根元の折れが気になってしまうよっていうような、まあ少しカジュアルなお客様というか、そこまでモードな質感というよりかは自然なシルエットにしたいよってお客様に対しては、あまり潰しすぎないナチュラルなダウンパーマを僕はおすすめしてます。はい、今全体塗り終わったんですけど、ここから下の方にこのペーパーを貼ってさらに根元潰します。アンダーの部分から徐々に根元を開けながら上に向かって塗っている形になるので、潰すのはこの下の部分だけ大丈夫です。ペーパーを根元ずらさないように丁寧に貼ってもらって軽く潰します。あとはこのアウトラインの先ほどお伝えした部分、斜めにペーパーを置いてしっかりと根元ずらさないように置いたらナチュラルに潰す。でこの余った部分も置いてもらって、根元の生え際をずらさないようにナチュラルに潰します。この部分は開けちゃって大丈夫です。でこの形で逆側もやっていきます。はい、で今回の毛流れパーマ、一番楽な巻き方としてはここがパーパスになるんで、まずはパーパスで上げるモヒカンラインを前髪の生え癖を見ながら最初にブロッキングしちゃいます。でこの鉢から下の部分、根元潰しながら曲げていく部分だけ最初に分け取ったら、ここをさらに二分割します。なので、三段構成っていうイメージでいきます。で一番最初に先ほどお伝えした通りで毛先の部分、パーマ履歴があるのでこちらに最初に CMC を補修してあげる前処理剤をつけて、根元の方、ここ今見たら分かると思うんですけど、かなり浮いてるんですね、ここの部分が。なのでここはワインディングしないです。毛流れなので毛先だけしか巻かないんですけど、ここは組み合わせた薬剤で根元を潰します。これは本当にクリームパーマじゃないとできない部分になります。どうしてもリキッドパーマだと根元を潰そうと思ってもテンションをかけても潰れきらないんですけど、クリームパーマだったらこの根元の生え癖矯正が自在にできるんですごく楽です。で塗り分けてもらったらワインディングしていくんですけど、こっち流しに入れたいんで分け取りはこのスライス、前上がりになるスライスで取って、ここの部分は外羽で巻く人もいるんですけど、僕の場合は内側にパサつかないように入れたいんで内巻きのワンカールいかないです、半カールちょいぐらいで巻きます。ここで1回転入れすぎるとクリームパーマってしっかりカール入ってくれるんでカールが入りすぎちゃうパターンがあります。なので半カールで大丈夫です。
でスライスも細かくしすぎないっていうのがポイントです。リキッドと違ってクリームパーマはかかりムラが起きづらいんで、大きいスライスで取ってもムラは起きないです。なのでスライス幅厚くしてあげて、できるだけ均一なカールが入るようなイメージで巻きます。でこの上のゾーンもまずは毛先を CMC 補修してあげて、ここからここから今度は根元ここをベタって潰してしまうとボリュームなくなってしまうので、根元1センチ上げたところ、自然なボリュームが出るところから根元の薬を塗布してあげて、毛先は優しい薬塗ってあげて、ステムは少し潰した状態、ここはボリュームそんなに必要ないんで少し潰した状態で、後ろに向かって半カール、カールが入るような感じで入れてください。でここ1線目は2本でいったんですけど、前髪の部分はかなり繊細に扱ってほしいので、ここは3分割でいきます。根元1センチ開けて塗り分けてもらって、内巻きで半回転、でこの部分見たら分かるんですけど、根元の生え方はこうです。こっから毛先が内側に落ちるんですね。ニュアンスパーマやるときに一番失敗しがちなのがこの部分、この生え癖をこっちに向けたいんで、内側に入らないように、ちょっと待ってください、内側に入らないようにここは根元ギリギリでいきます。毛先を塗って引き出す角度をこっち側、こっちに入らないように逆側に向かって引いて、ここも内巻きに、テンションとしてはこっち側に向けて入れ込む。で M 字の部分の毛は全体に比べて髪の毛柔らかいです。なのでこの時にロットを細くしすぎちゃうと毛先が跳ねてしまう可能性があるんで、ロット剪定は少し太めでこっち側に向かってテンションをかけて巻いていくようにしていきます。でこの形で逆側も巻いていきます。はい、じゃあ逆側も巻き終わったんで、ここパーパスで巻くんですけど、先ほどと同じでまずは前処理全体に塗っちゃいます。でここに関してはパーパスで巻いていく部分になるんですけど、イメージは今回前髪をこの最初にカットの時グラデーション2線残そうねっていうお話ししたと思うんですけど、ここの部分グラデーションで残している部分に対しては前に向かって倒します。ちょっと韓国っぽいような幅狭めなセンターパートにしたいんですよ。なのでこのグラデーションで切った部分、ご自身で切った部分に対しては巻き方としてはちょっと前に向かって巻いていきます。でここはしっかり根元を立ち上げたい部分になるんで、リバースでアップステムで巻きます。
なので分かりづらい人は最初ここ分け取ってもらって、この上の部分だけ最初に液塗布していきます。でボリュームしっかり出したいゾーンになるんで、割と根元ギリギリから強めのお薬つけてもらって、で毛先は優しいお薬を最初につけちゃいます。ここからは2本から3本ぐらい、人の頭の形によってそこは変わるんですけど、今回は2本で巻き収められそうなので、コーミングして、アップステムでカールとしてはピンクぐらいですかね。巻き込んだら、クリームパーマの場合はテンションがすごい大事なんで、しっかりテンションかけて根元まで巻き込みます。でこちらも一緒で、アップステムで引いてもらって、ここは1本太いロッドで、ここからしっかりテンションかけて根元まで巻き込みます。はい、で最後の部分になるんですけど、顔周りについてしまうところは最初に薬を塗っちゃうと事故になっちゃう可能性あるんで、ここは塗りながらいきます。ここはワンカールで根元を立ち上げながら毛先を動かしたいんで、フォワードのパーマで巻いていくんですけど、根元がかなり立ちづらい人はクリームパーマ使う場合は根元ここでアップステムでつけちゃってもいいです。ただ今回はそこまで根元が潰れやすくないんで、少し開けた状態で液塗布してもらって、通常の塗り分けをしてオンベースぐらいですかね、オンベースで引いて、ここを太めのロッドでテンションかけてワンカールです。これを 1.5 回転にすると顔周りがかなり跳ねてしまったりするので、ここをワンカールでやるのがポイントです。真ん中に対してはワンカールでも根元が内で入ることによって巻き収まり見たら分かるんですけど立ち上がります。なので無理して強めのカールをつけなくても、クリームパーマはカールがかかりやすいんで、これだけで十分前髪上がります。でこの一線上の部分に対しては最初のオンベースよりも少しだけステムを上げます。だいたい100度ぐらいで上げたステムから、さっきと同じ円形のロッドでテンションをしっかりかけて根元まで内巻きで巻き込む。そうすると自然なボリュームのつながり、90度から100度になってアップステムっていうような流れになるんで、これでフロントは終わりになります。で次は後ろを巻いていきます。で慣れてきたら、フロントで説明した CMC つけながら巻いてたんですけど、最初につけちゃって大丈夫です。ただ慣れてなくて
少し一つずつやった方がいいなってお客あの方に関しては塗りながらやってもいいんですけど、慣れてきたら最初にもう CMC の、 あの前処理剤つけてもらって、そこから液塗布して巻いてもらえればいいかなと思います。ブロッキングは先ほどと同じですね。サイドはリバースで巻いていくんで、サイドは受け取ってもらって、フロントはパーパスで巻いていきます。ロット幅分取ってもらって、まずは根元ギリギリぐらいから液塗布して、毛先は優しい薬で、ステムに関してはこことのつながりが欲しいんで1本目もアップステム、でテンションしっかりかけて根元まで巻き込む。でここから徐々に内巻きで下ってもらえれば大丈夫です。ステムは90度、60度、45度ぐらいのステム、徐々にダウンステムにしながら巻いてもらえればいいので、あの一旦それで巻いていきます。はい、巻き終わりました。バックは先ほど説明した通りで徐々にステムを落としていって90度、まあ、大体60度、45度ぐらい徐々に根元を外していくような感じで巻いてます。でここから全体をゴムかけ、今回は少しあのゴムがきつめのものを使っているので、しっかりあの差しピンをしてもらって根元に跡がつかないようにしていきます。でクリームパーマの注意点なんですけど、一応もう説明ちょっと省いてやっちゃってるんですけど、ゴムかけは1本緩くした方がいいです。平巻きの場合は、じゃないとクリームパーマってこのゴムのここの圧だけで根元折れちゃうんですよ。なので巻くのが遅かったりとかちょっと時間かかっちゃうと、その時点で根元にあのゴムの跡ついちゃうんで、必ず根元は緩める。で差しピンをしたくないところに関してはかなりゴムかけ緩めて、もう跡がつかないようなこういう工夫をしてあげないと、あの根元折れてしまうので、そこだけしっかり気をつけてください。はい、こちらで終了になります。はい、じゃあチェックしていきます。まずはダウンパーマ部分ですね。このようにコームでコーミングした時に最初みたいにもう今浮いてこない状態になってます。ただ強めの薬でダウンパーマやるとこれがもう一切動かないぐらいになっちゃうんですね。そうなってしまうと蚊なんか状態になるんで、あの軽くコーミングした時にまだ髪の毛が動くなってぐらいの自然ななんか具合で OK です。で上の方はまあ、根元部分が一番起き上がって毛先は柔らかくカールしている状態になります。軟化は少し優しめにしてもしっかりかかってくれます。なのでこのぐらいの軟化状態でもう荷材で固めていこうと思います。はい、ここから中間水栓していきます。で襟足はダウンパーマしているので、この時にまず最初根元の部分折れてないかしっかり確認して綺麗な状態にして、お客様に自然にそのまま倒れていただくようにお伝えして、根元が折れないように注意してください。でしっかり支えてもらって、で一度倒れていただきます。この時に根元ずれると本当に根元が折れてしまう可能性あるんで、そこを気をつけてここから中間水栓していきます。
で中間推薦のやり方は少しまずタオルかぶせてもらってお湯が顔につかないように気をつけて一本一本しっかり流してください。でこの時に流し残りがあると髪の毛にその残留アルカリが残留してしまって次回来店された時に髪の毛のダメージにつながってしまうので思ってるよりもしっかり流します。で今回はダウンパーマなんですけど襟足を巻いてるお客様とかは少しお客様に協力していただかないといけないので少し頭上げていただいてもよろしいですかって声かけていただいてここからちょっと流していきます。でこのような感じでしっかり全体を流していきます。はい、で中間水栓しっかりやっていただいて滴らない程度にタオルで水気を軽く切って起き上がってもらいます。でまずは襟足の部分から固めていかなきゃいけないんでしっかり折れないようにやってもらえるとこのぐらい自然にボリュームが潰れてくれるんでここから先ほど塗った位置に戻すイメージでしっかり根元を潰しながらダウンパーマの部分はしっかりクリームタイプの加水で固めていきます。で耳後ろはお客様の耳につかないように気をつけてちょっと動かさせていただいて元あった位置に戻していく感じで固めます。でこの要領で逆側も潰していきます。はい、このようにクリームタイプの荷材をしっかりきれいに塗布していただいてで一度倒して上の方に荷材つけていきます。なのでお客様にもう一度、襟足の部分折れないようにお声かけしていただいて、丁寧に倒れていただきます。じゃあすいません失礼いたします。かかりムラが起きないように一本一本丁寧に塗っていきます。でサイドに関しては根元付近まで薬を塗布しているので巻いてある部分から根元までしっかり塗布していただいた方がいいと思います。はい、今全体的にしっかり荷材つけられたんですけどこの荷材は2度付け必要ないです。1度付けしていただいてこのまま10分から15分間自分のパーマの強さに応じて時間を置いていただければ大丈夫です。最大が15分になります。で今回はニュアンスパーマで割と軟化もしっかりしていたので10分間時間を置かせていただいてパーマをかけていこうと思います。でこの荷材はリピジュアっていう成分が入っていて冒頭にCMC のお話しさせていただいたんですけどしっかりその CMC を補修してくれるのでかかりムラも減るしあとはパーマの持ちも良くなってカールが綺麗に長くキープできるようになります。それではここから10分間時間を置いていこうと思います。はい、ということでパーマが終わりました。このぐらいもう自然なカールが中間から毛先にかけて入っている状態でここは前に向かって巻いてた部分になるんですけどここの2線目から後ろに関してはこう根元が自然に立ち上がりやすい状態何もつけなくてもボリュームが出やすい状態になってます。なのでで襟足に関してはこのぐらいちょっと自然に収まってくれるような襟足になってるんですけど、この部分は根元ちょっと開けてやってるんでスタイリング剤かなんかでこうドライヤーで潰して乾かした後に軽く収めてもらえればキュッと締まるようなバランスになっていると思います。はい、じゃあここからスタイリングなんですけど今少し濡れてる状態なんですけどここからドライヤーの弱風で根元を少し乾かしてあげてそこからスタイリング剤をつけていく形でやっていきます。なので一度弱風で乾かします。
はい、今日はこの資生堂さんから出てるステージワックスの3番とステージワックスの社員を混ぜてセットしていこうと思います。でビジネススタイルに合う自然なウェーブが出てるようなやりすぎないセットをできたらいいなと思うので、そんな感じでやっていきます。だいたいこのぐらい、ステージワックスの3番2に対して社員が1ぐらいでやっていきます。でまずは後ろから握り込むようにワックスをつけていきます。で後ろにつけたらさっきの半分ぐらいの量を足してもらって、前側も優しくつけていきます。で今回はもうジャスト、もう毛流れジャストでかけてるんで、もう毛先に揉み込んでもらえれば曲がりづらかった顔周りもつけるだけでもう曲がります。なんでまずは全体的に揉み込んでもらって、元あった位置に髪の毛を戻してもらえればもうシルエットはある程度できるので、そこから少し強整髪じゃない、そこからディティールを自分で好きなように整えてもらえればいいかなと思うので、でこんな感じで整えていきます。今全体にワックスをつけてもう毛流れは勝手に出てる状態になるんで、あとは今柔らかいスタイリング剤使ってるんで、この毛流れをちょっと固めのスプレーでそのまま会社に行っても崩れないように固めていってるような感じです。この時にこう毛流れでかけたカールを少し持ってスプレーを根元付近につけてあげるとより立体的なカール感になるんで、そこを意識してやってもらえるといいかなと思います。で今全体をつけたんですけど、最後に前髪ですね、この部分パーマかけているのでもう柔らかいワックスだけでもこのぐらい立ち上がるんですけど、念のため根元に少しスプレー振ってあげて、ここの状態のまま固めてもらえるともう1日落ちてくることはないと思うんで、こんな感じでスプレーを振ったら終了になります。はい、ということで完成した仕上がりがこちらになります。今回は顔周り、まず前髪ですね、前髪が鼻の先ぐらいまで長さあったんですけど、今のスタイリングのように軽いワックスをつけるだけで今流行り の前髪幅が狭めの上げを簡単にまずできるっていうところがポイントとなってます。なのでこのように少し前髪幅が狭い分、ビジネススタイルでもおでこが狭く見えたりとか、ちょっとおでこ広いなって思ってる人でも挑戦しやすいようなまずスタイルになっているのがポイントです。でちょっと横向いていただいて、で全体のカールなんですけど、今回は内巻きベースで自然なジャストな毛流れでかけているので、軽くバックスつけるだけでこのぐらい自然にカールが出て、で今回は襟足ダウンパーマさせていただいているので絶壁補正がかなり効いているのかなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。